どれも汗びを防いでくれる。そういうことか。はい、早く乾かすっていう。で、体をドライに保たせるという。こんにちは、スポーツ MC の岡田です。トリッパーズの友永です。さあ、ということでトリッパーズ立川のね、はい、トレイルランニング専門店やってまいりましたけれども、友永さん、今回は、はい、アンダーウェアについてのお話をしていきたいと思います。アンダーウェア行きましょう。こちらですね。はい、まあ、いろんなね、まあ、要は肌に1枚目にこう着るウェアとして、はい、網網のものを着てる人いるってこう見たことある方もいると思うんですけど、はい、これって何なのとか、はい、これなんで着てんのとかって分かんない方いると思うんで、はい、これについてちょっとね、お話を聞いてやっていきましょう。と思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、これそもそもなんですけど、はい、アンダーウェア、まあ、T シャツとかね、はい、の下に着ているもの、これどんな役割があるんですか？はい、効果としては、はい、汗冷えを防ぐ。それ汗冷えしてしまうと低体温症になってしまったりするんで、はい、もうそれを防ぐために着ています。汗で冷えるのを防ぐってことですね。はい、これやっぱ山ならではかもしれないですね。そう、ロードだと、まあ、走り終わってしばらくそのままだと寒いくはなるんですけど、そうそう、まあ、大体着替えちゃえばいいっていう。ロードってゴールしてますからね、大体ね、ことが多いんで、あんまり気にしたことないと思うんですけど、うん、寒いから着替えようで済むと思うんですけど、はい、登山だったりトレランだと、まあ、登って汗かいて休憩だったり、そこからまた下ってたりとか、はい、行動が続いていくんで、その時の汗びえを防ぎたいので、こういうものを着用します。なるほどなるほど、はい、まあそういうことですね。汗びえを防ぐっていうことなんですけど、これって何ですか、はい、なんかどんなパワーがあるんですか、これに。網に、はい、網もいろいろあってですね、はい、薄くて透けるような感じのと、ほんとメッシュって感じですね、はい、まあ、これですごく特徴的で、この鎖片びらのような、そうですよ、かなり目の粗い網網のものまで、ちょっと、ね、いろんな種類はあるんですけど、基本的にどれもこの汗を早く吸い上げて、うん、外側の速乾性のウェアに移して早く乾かすっていう、で体をドライに保たせるというものになります。つまり T シャツを直接着るよりも、はい、これが1枚肌に入ることによって、はい、体自体がこう汗による冷えを感じづらくなるってことですね。そうですね、はい、で速乾性のあるウェアってもう、ね、基本的には、はい、そのスポーツだったりのものっていうのは全て T シャツ、まあ、大体そういうものできてるんですけど、まあ、皆さんがね、はい、ランニング中に着てるやつですね。いろんなブランドから出てるやつ。とはいえそんなすぐ乾かないですよね。いや、そうなのよ、はい、まあ、どんなに早くてもまあ30分とか、そうですね、条件次第ですけどね、まあ、でも1時間かかるのも速乾ウェアとしてくくられてくるんで、はい、思ったほど早く乾かない。確かにそうなんですよね。そうすると冷たいものを肌に直接着てるから寒いってなるわけですね。そうなんですよね、うん、これの効果としては、はい、この素材は基本的にドライな状態を保ってくれるので、うん、肌に濡れた状態の T シャツだったりウェアが接することがないというところで、ぺったりしないっていうね、はい、ことですね。なるほどなるほど、はい、しかもあとフィールドで行くと、うん、山ってこう特殊じゃないですか、はい、どん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 登っていけば登っていくほど気温が下がっていくっていう、はいはい、だから暑い暑い汗かいてうわーってついたら寒いって、そうですね、そうなりますよね、はい、でそう、標高で 1000m 上がると6度、お6度です、気温が下がる、下がります。で風速 1m で体感温度って1度下がっていくって言われるんで、うん、例えば地上が30度あって、はい、極端ですけどいきなり 3000m 上がるとそれだけで18度、おお、そういうことですね。12度ですね。12度で風が 10m 吹いたらもう2度ですね。寒みたいなことになるんで、まあ、そういうのも含めて、あの本当に低体温症とかの問題もあるんでしっかり着たい。いや、すごい、はい、そういうことですね。でそこまで、うん、あのもちろん 3000m そうそういかないと思うんですけど、はい、本当にやっぱ風が吹いたりするとすぐやっぱ体温奪われてしまうんで、うん、非常に有効になります。なるほど、はい、まあ、命を守ると言っても過言ではないし、ね、はい、パフォーマンスを維持させるためにもこの網網を着るという、はい、これがアンダーウェア、はい、トレイルランニングとか山で、ね、はい、必須ってなってくるわけですけど、はい、これどうやって着るっていう意味だと、はい、あのまずこれを着るって感じですか。そうですね、はい、素肌の上にこれを着て、うん、で速乾性のある上をその上に着ます。おお、なるほど、はい、することによってさっき言ったみたいに肌が乾いている状態。そうですね、肌の汗を吸い取って、うん、外の T シャツだったり速乾性のあるウェアに汗を移す。お、その肌はドライに保たせるっていうことになります。なるほどね、はい、なんかちょっと言ってね、なるほどなるほどって分かれてるし、はい、僕も体感してるんですけど、はい、あのほんまかいなと思ってる方もいると思うわけですよ、はいはい、なのでちょっとこのね3つそれぞれについてちょっと紹介をね、はい、軽くしていきたいなと思うんですけど、はいはい、まずはちょっとこっちからいきましょうか、はいはい、ファイントラックから、はい、ファイントラック、はい、ファイントラック一番有名ですかね。ファイントラック結構使ってる方も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、ファイントラックっていうものこれがねファイントラックだと思ってる人いるんですよ、はい、ブランドの名前じゃなくて、なるほどね、もうこれがファイントラック、ファイントラックだ、ファイントラック着てるよ、そう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 、はい、ブランドの名前ですからね。そうそう、やっぱファイントラックが
一番最初にこういうのを出してメジャーにしたと思うんで、やっぱりこう、ね、皆さんファイントラックのイメージあると思うんですけど、代名詞って感じですね、はい、ファイントラックのちょっと特徴は撥水加工されてて水を完全に弾きます。本当にすごくもうこの上で水がコロコロするぐらい弾きます。撥水加工をかけてるんですけど、汗はちゃんと通るようにメッシュが荒くなって、メッシュを通り抜けて汗が外に出ていくという仕組みになってます。うん、これすごいですよね。ちょっとじゃあこれ実際にファイントラックのドライレイヤー、はい、どんな感じなのかっていうのをね、はい、キットがあるんでちょっとやってみましょうか。はい、そっか、 T シャツと同じようなことですね。T シャツだと思ってもらって、はい、はい、あ、ね、ドライレイヤー、黒のメッシュが青い T シャツのとね重なり合ってますと。はい、で汗を、はいはい、汗かいた。ほんとすんごい撥水加工ですね、これね。まあでもこれ自分の、ね、自分の肌から、はい、でこれがこの穴を通って T シャツの方に、 T シャツの方に移りました。うんうんうん、はい、移りましたね。 T シャツは濡れてますが、これは撥水加工されてるんでほぼ濡れてない状態です。おお、なるほどね。はい、でこれを岡田さんの手でやろうかな。ああ、僕の出て、あ、実際にね、はい、今は肌にから汗をかいて、はい、ドライレイヤー1、はい、枚挟んで、はい、濡れた T シャツがどうすか、これ濡れてる感じします？いや全然サラサラしてます、サラサラしてます。じゃドライレイヤーを取ってしまうと、おお、冷たい冷たい、はい、そういうことなんですよ。そういうことなんですね。そういうことなんですよ。何これ、はい、1枚あるだけで全然違うんですよ、この薄い生地ですけど。しかもここに風とかビューって吹いたら それ寒いわって。はい、まあ、いくらこっちが乾きやすくても、はい、やっぱ濡れを感じるっていうことはやっぱありますから、はい、これ一枚あるとだいぶ違う。違います、素晴らしい、はい、見て、はいはい、これだ、一番網っぽいやつ、はい、網っぽいやつ、いや本当ですよ、はい、これなかなかのインパクトありますよ、はい、ファイントラックとはちょっとアプローチが違くて、うん、撥水加工はされてないんですけど、水を含みにくい素材を多く使ってメッシュを作ってます。水を垂らしてもこれはもうコロコロとかじゃなくて通り抜けちゃうんですけど、網目粗いですしね、はい、これ自体が多少水を含んだとしても肌に接する面積が少ないので、これ自体の冷たく感じることもないし、ファイントラックとかと比べてちょっと厚みがあるので T シャツを離してくれる。あ、自分の肌、はい、汗をかいた肌からその距離がより遠ざけてくれる感じが、濡れた T シャツとの距離が空くってことですね、はい、確かにやっぱ網目がこれだけ厚い、多分着たら結構伸びるから、はい、よりそうやっぱ肌に接している面積が少ないっていうのは確かに、はい、そういう効果なんだ、はい、でもう一個ちょっとそう、はい、ご紹介するのがオンヨネっていうブランドのものになります。ブレステック PP ノースリーブってやつですね、はい、これ薄さは割とファイントラックに似てて結構薄め、本当ね、めちゃめちゃ薄いっすね、はい、でこれの特徴は水を吸わない素材、まあ、ポリプロピレンっていう素材なんですけど、それが 97% 使われているので、撥水加工とかではなくそもそも水を吸わない素材で作ってる。へえ、そういうことなんだ、はい、いろんな種類は特徴あるんですけど、うん、どれも汗びを防いでくる。そういうことか、はい、どれも汗をかいた後、はい、自分の肌からすぐに汗を離して1枚挟んでくれるっていう機能があって、ね、自分の方に汗が戻ってこないようにしてくれるっていうような機能があるとですね、はい、そうです。さっき、ね、紹介したのがこれがファイントラックのドライレイヤークールタンクトップ、はい、生地の厚さもいくつかあるんですよね。そうですね、クールとベーシックとあとウォームっていうのもあるんで、うん、あの時期だったり好みに合わせて使い分けてもらえるといいかなと思います。しかもノースリー、 T シャツ、ロングスリーブ、はい、いろんなバリエーションがあるんで、あと下半身の方もね、はい、ショーツもありますし、ショーツもあるっていうところですね、はい、あとこっちのミレーのやつが、はい、ドライナミックメッシュ NS クール、はい、クルーってやつですね、はい、すごいこれね、着ると結構インパクトありますからね。はい、ちょっと注意が必要ですけど、ただ非常にこれも効果ありますんで、うん、これ友永さん的にはどうですか、はい、ロードのレースとか、はい、山以外でも使えますか。僕着てますね、寒い時期のフルマラソンとか、はあはあはい、トレランはもう真夏でも着てることが多いかな、うん、やっぱ違いますよね。違いますよね。岡田さんも着ます？着ます。僕もこれないの考えられないです、はい、そうそうそう、やっぱね、そんぐらい使った人は結構効果を体感しているものだと思いますんで。そうですね、はい、まだ試したことないという人はぜひ使ってほしいなと思います、うん、はい、実際にこう今トリッパーズにも3つの種類がありますので、はいはい、実際どの感じがいいのかっていうのはね、はい、あの手に取っては生地感とか厚さとかを見てみるといいんじゃないかなと思いますの で、うん、はい、でそれぞれの製品の情報は概要欄にも記載させていただきますので、はい、ぜひチェックをよろしくお願いします、はい、ということで今回は、まあ、ロードでもそしてもうトレイルだったらもう絶対来てほしい
アンダーウェアについてお話をしてきました、はい、ということでこの動画面白いと思った方ぜひ高評価チャンネル登録コメントもお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。